皆さんこんにちは、マイクです。だからですね、某駐車場でですね、ドン・キーホーテで買ってきたハンバーグ、ダブルハンバーグ弁当を食べたいと思います。リーフの後ろの席はですね、結構シートがふかふかなせいか座り心地がいいので、ね、ついついですね、こう車の中で食べることが多いのですが、今日はちょっと一人寂しく。ドン・キホーテ行った目的はですね、お弁当を買うのも一つの目的だったんですけど、ダンゴムシのね、ガチャガチャをですね、きっとあると思ってですね、もう視察に行ってきました。今のダンゴムシはですね、第4弾ということで、くるくるスイングっていう名前ですね。こういう感じですかね。で、650% って書いてあったりありましたので、前のが、第3弾までのちょっと大きいのがあれが 1000% で、中身はですね、ほぼ一緒だと思います。柔らかい素材と3つの素材で成り立ってますね。あとグレーが黒はあるんですけども、黒はちょっと家に置いてあって、足りないのがピンク色ですね。ピンク色がいただきます。ピンク色が足りないんですよね。野菜から食べないと、これ298円ですかね。安いですね。ハンバーグが2つ入ってくる。一方にはチーズ、何ですかね、これ。何かマヨネーズですかね、なんかかかってます。一人だとこういうスタイルになるんですけど、二人ですと後ろの席に座って真ん中のところにもうちょっと小さいテーブルを置いてですね、
これはマジックテープになって、下がマジックテープになってますので、こうずれることがほとんどないので、まあ、一応3ナンバーサイズで、リーフの横幅が1メーター70何センチあるので、まあ、幅は一応室内の 横幅っていうのは結構ありますので、コンパクトカーの5ナンバーサイズのコンパクトカーよりは多少余裕があります。なので大人2人で、後ろの席でこうやってランチを食べるのも全然可能ですし、一人車中泊の時にはこの席を使ってですね、180センチ取れますから、コンパネがそのままの長さがありますので、コンパネを半分に切ったものをですね、折りたたみ状態にできるように加工して、で使う時には広げて180センチの板として、ベッドの下地になるようにする、そんな使い方をして車中泊をしています。結構ボリュームがありますので、食べ終わるのに時間がかかってしまう。ハンバーグの下にナポリタンのスパゲティが入ってますね。完全にお子様仕様ですね。どうだかな、こう。今日は雨降ってて、今現在雨が降ってまして、ちょっと蒸し暑いんですけど、外はね。電気自動車なので、まあ、アイドリング関係なし、エアコンがつけれますので、車中泊するときとか、まあ、車の中で休憩するときって、なるべくガソリン車とかディーゼルエンジンね、の車のときには、なるべくエンジンをかけなくした方がいいんですけど、そうは言ってもですね、実際には、ほとんどの方がアイドリングをしてますよね。特に蒸し暑、ものすごく暑かったり、寒かったりする、まあ、梅雨の時期に入ると、ジメジメするので、どうしてもエアコンディショナーがね、欲しいですよね。休憩していられないぐらい不快な状態になりますんで、そういう時に、電気上昇ですと、クーラー、だけじゃなくて、その暖房もですね、ドライ、除湿も
周りの人に迷惑かけることなく稼働させることができますね。まあ、本当に車中泊するときでも最初の寝つきが、まあ、すぐ寝れる人はいいですけど、自分は結構寝つき悪い方なので、寝れるギリギリまでですね、エアコンとかかけてますね。コンビニのイートインとかがありますよね。今後、その消費税増税の関係でですね、持ち帰りになると 10%、あ、持ち帰りになると 8% で、イートインとかで食べていくと 10% とかっていうふうに言ってますけど、そういうふうに本当にもしなったとしたら、車の中で食べる方がより一層ね増えてくるんじゃないかなと思います。その時にですね、電気自動車ですとアイドリングとかアイドリングストップとかそういうのはあまり関係なくですね、そういうことアイドリングがありませんので、だから電気自動車がメリットになりますよね。そういうでもあまりその辺のことは知られてないと思いますので、もうちょっとしたミニバンみたいな電気自動車が出てくれば、日産でもあるにはありますけど、あとバッテリーのことですね、ちょっと実用性が大きいバッテリー積めばですね、いいんですけど、まずそこまでの性能が出てこないってことで、個人的に買われてる方はすごい少ないと思いますけど、ミニバンみたいな感じの車で電気自動車がいろんなメーカーからボン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 出てこれば、そういうイートインといったこともあまり必要となくなるかもしれないですね。最近ハマってるんですけど、このアイスボックス、ロックユーアイスってやつか、アイスボックスですね。これがですね、アイスなんですけど、実はこれ、氷のようなアイスなんですね。
本当はあのジュースがいいと思うんですけど、僕個人的にこの雪印が好きなんですよ。だから100円ぐらいで売ってる時にですね、ついつい買ってしまうんです。130何円とかですね、とかですとね、ちょっと買わない時多いですけど、100円ぐらいの時ですね、特価になってて、コップ代わりになるんですよね。なかなかいけますね、これ。ソーダに雪印のコーヒー牛乳で。あ、それで、ドン・キホーテに行って、そのダンゴムシを見てきたって言ってたんですけど、見つけたんですけど、売り切れてました。週末に入ってもう、でもすぐ売り切れたんですね。アイスボックスみたいですね。すごくのさっぱりしますね。グレープフルーツ味なんですけど、低カロリーアイスって書いてあります。ちょっと目立つところにね、あのガチャガチャが置いてあったので、やっぱりその辺の絡みもあってすぐに売り切れちゃったんですかね。でも1個500円ですから、10個で5000円ですよね。もう大人買いしていく人もいるかもしれないんですけど、これなんかもう本当にプラモデルですので、そのあの簡単にバラバラになるんですよね、これね。こういう感じですね。爪で単純に引っかかってるだけって感じですよね。それでこういう感じ、こういう感じでこう感じですね。いろいろ変えてしまえば、
感じです。三色の。遊び方もできるっていうか、まあもちろん塗装すれば何色にでも変わるので、塗装するときはですね、まあ白か黒のものの方が塗りがいいかもしれないですけどね。で、まるまるスイングっていうのがね、こんな感じですね。どうでしょうかね。これを500円で高いと見るか、妥当と見るか、まあそれぞれですね、価値観でですね、こんな感じでね、遊んでみても面白いのかもしれないです。それではまあこういうことで、今回はドン・キホーテで買ったお弁当と、それからダンゴムシガチャガチャを見つけましたけど売り切れていたということで、そういうご報告の動画にさせていただきます。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録も、ね、していただけると大変ありがたいと思います。またどんどんこういう、まあ、ちょっと面白いネタのものも動画で上げてきますので、まあ、車のこともそうですけども、もうやりたいようにやらさせていただいてますので、いろんなの商品レビューとかもね、どんどんしていきたいと思います。最近はですね、ドローンを購入しましたので、ドローンを使ったですね、空撮の動画とか、それからジンバルも購入しましたので、そのジンバルを使ったまあ動画ですとか、そういったものも含めてですね、どんどん動画の方出していきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。どうも今日はご視聴ありがとうございました。マイクでした。